バスケットボールのスポーツ競技が開かれています。会場にはボールの音、子供たちの声が弾んでいますよ。プレアリ教室には24チームの男女合わせて282人が参加しました。講師は海外でジュニア指導法を学んだ鈴木義和さん。鈴木さんはなりうる最高の自分を目指そうをモットーにバスケットボール教室の運営を行っています。そして小林高校バスケットボール部の皆さんがサポートします。今日は子どもたちに何を伝えたいですか？そこはもう僕はポイント3つにしたので、楽しんでもらいたいのが1つだし、あとは交流を楽しんでもらいたいというのも2つ目で、3つ目はやっぱり上手くなるためにどんなことがポイントでどんなコツがあるかということを今日は伝えられたらなと思ってきました。教室ではウォーミングアップで体を温めた後、ドリブル練習に取り組みました。足はラインの上に一直線にしてください。そうです。この状態で用意したので、要はドリブル力でやると手を押したり引いたりこうしてラインからずれたら負けです。はい、待って待って、ライン待って。この練習に子どもたちはバランス感覚や素早い動きを楽しみながら学びます。また今回の教室には震災被災地の宮城県東松島市から矢本ブルーアローズスポーツ少年団12人を招待。宮崎の子どもたちと一緒に練習に汗を流しました。初めて見る練習と雰囲気に緊張した様子の宮城の子どもたち。しかしボールを追いかけるうちに緊張は解け、元気にコートを駆け回っていました。宮崎のみんなと一緒に練習してみてどうでしたか？みんなで動いたりプレーをするところが楽しかったです。今回の経験を宮城で帰ってどういう風に活かしていきたい？試合でなるべくシュートが決めれるように頑張りたいです。教室の最後は試合形式の練習。学んだことを生かしながら高校生に挑んでいました。講師からのユニークな指導、そしてたくさんの仲間との触れ合いを通して子どもたちにとって忘れられない一日になりました。とても楽しくて、高校生たちとか他のあれ、他のチームとも仲良くなれてとても良かったです。先生のように上手いプレーをできる選手になりたいです。将来の夢はお医者さん。バスケも頑張りたいよね。どっち頑張りたい？どっちも。ああ、いいね。自分をこう磨き続けるっていういい機会になると思うんですね。だから僕の一番大好きなコーチの言葉が、なりうる最高の自分を目指そうという、そのためにベストを尽くそうっていうのが僕も信条にしてるんで、ぜひ毎日毎日ベストを尽くして、もう最高の自分に近づいてもらえるようにしていいかなと思います。バスケットボールの鈴木さんは全国で指導を行っているんですが、中でも宮崎の子どもたちは熱量がすごいと絶賛していました、宮城の子どもたちともすっかり打ち解けて本当に楽しいフレアスポーツ教室になったようですね、そうなんです。宮崎の子どもたちの温かい性格が宮城の子どもたちが入りやすいような雰囲気を作っていたのではないかと話していました。宮城に帰ってからも今回の経験を生かして元気にスポーツを楽しんでもらいたいと思います。